はい、どうもケイタです。今回はね、このステラ22ステラね、前にレビューしたと思うんですけど、っていうか雪降ってきた。まあ前にねレビューしたと思うんですけど、前はね 2500SHG を購入しまして、で1年間ねバスでがっつり使って、まあめちゃくちゃバックラッシュをすると。バックラッシュする以外は特にまあ不具合というか、まあなんか不満はなかったんですよ。めちゃくちゃ巻き心地ももちろんいいし、ドラグ性能も最高で、でもうほんまにめちゃくちゃ良かったんですけど、ただバックラッシュがひどいとね。バックラッシュっていうか、なんかもう糸がここにまたがって、このスプール この上にねこうまたがった状態で巻いてしまう。それがむちゃくちゃ頻繁に起こった。あれはね、初期生産個体やったんですよ。初期ロットっていうのかな。で、なんかその初期ロットじゃないやつは箱の裏に青シールが貼ってるみたいな、なんか書いてるんですけど、まあ僕のはなかったんで、おそらく初期ロットかなと。で、まあ初期ロットじゃないやつはベールがちょっとね上がってると、ベールがちょっと上がってる、角度がついてるということで、まあこの初期ロットじゃないね、最近の方の22ツラ C3000XG を購入しました。でこれね2ヶ月ぐらい前かな、購入して、でもう2ヶ月ぐらい前やったら、僕ねほとんどバス釣りやってなくて海釣りばっかりやってたんですけど、まあ海でね、2ヶ月ぐらいねがっつり使ってみました。で海なんで、もちろんバスほど軽いものは投げないんですけど、まああのエギングで、まあ、ちょっとアジングで使ったりとかね、でその他はまあショアジギとかで、サワラのキャスティングとか行ったらミノのジャーキングとかするんですけど、それも結構糸ふけとかね、まあ出たりとかして、まあ前持ってた個体の22スラ 2500SHG の個体ならばバックラッシュ絶対にしてたやろなっていう状況で、まあこれね2ヶ月使った結果1回もバックラッシュなしです。はい。でどういうことかというと、個体差というか、まあ、このベールが原因やったのか個体差なのか分かんないですけど、まあなんか個体差があるんじゃないかなと、このバックラッシュに関してっていうのに、まあ、気づいたんですけど、でまあ身近で言うとね、ココツレルンゲのチャマさんとかね、初期ロットの22ステラを使ってるんですよ。でホバストとかで結構使ってて、まあ話聞いたらバックラッシュ全くしたことないって言ってて、で僕もチャマさんがバックラッシュしてるの見たことないんですよ。で多分初期ロットなんでベールは上がってないと思うんですよね。だから多分個体差なんちゃうかなと思ってきて、何が個体差そこまであるんか分からへんけど、なんかがどっかがなんか個体差でばらつきあるんちゃうかなと思うぐらい、こいつね全くバックラッシュしないです。でストレスなく使えるやんと思うじゃないですか。問題はこっからですよ。はい。ニーニステラコツコツ病って、まあ、K さんの動画でもね言われたんですけど、コツコツ病ってなんか言われてる不具合というか巻き心地の問題がありまして、この個体ねコツコツしてるんですよ。はぁでしょ。いやフラッグシップですよ。フラッグシップで購入してすぐにコツ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 なるんですよ。でこれね結構負荷がかかるとわからない。で空回しでもわからないんですよ。でもなんかちょっとだけ抵抗のあるもの、まあ今ちょっとね今日朝からカマス釣りに行ったんですけど、カマスの狙うね、まあちょっとこのジュゲットやったら分かりにくいかな、これ 5g ぐらいなんですけど、このぐらいのジュゲットやったらちょっと分かりづらい。もうちょっと軽いもの、まあバスでいう IG プラグとか、まあでも分かるな、コツ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 ってなってるんですよ、ずっと。なんかねゴリ感ともシャリ感ともまた違う、コツコツなってるんですよ。いやもうこれがめちゃくちゃストレスでね。いやせっかく巻き心地めちゃくちゃいいみたいなこと歌ってるステラ、実際巻き心地いいですよ。そのステラを使ってるのに、なんかね、その、ちょっと抵抗のあるっていうか、まあ、抵抗があまりないもの。もうシーバスでたシンキングペンシルとか。もうそういうほんま、まあ、抵抗あんまないですよね。そういうものを使ってるときにめっちゃコツコツするんですよ。で、巻き心地が悪いわけではないんですよね。ただただコツ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 なるんですよ。最悪やなと思って。で、あとね、ちょっとこの、ベールの、ここね、ここ、これ。まあ、ある程度これガタつきあるのは、もう元々なんですよね、多分リール。どれもね、こうちょっとだけある程度この、空間っていうかあるんですけど、こいつね、緩んでくるんですよ。で、それも調べたら、22ステラ、緩むらしいです。
緩む個体があるみたいな。で、ここでね、締めたんですけど、この六角みたいな、あるんでね、ここに。そっからちょっと締めてね、今ちょっとマシになったんですけど、緩んで外れそうになってましたね。いや、組み方っていうか、ちゃんと組めてないんちゃうかなと。新品の状態で、まあ、出荷される状態で、メーカー側がちゃんと組めてないんじゃないかな。はい。だからもうほんま個体差ですよね、おそらく。その辺も。ちょっとね、前バックラッシュ。今回はコツコツ病と、まあ、このベールがちょっと緩むのは1回目だけかもしれないです。今のところそこからね、締めてから緩んでないんで、ただ初期状態で緩んでました。これが、まあ、2台目購入のステラ。はい。最悪です。結果最悪です。で、前ね、動画出したところ賛否両論あったんですよ。まあ、忖度なしでインプレしてくれて、こう、信頼できるみたいなコメントもあれば、まあ、お前の使い方が悪いみたいな。使い方悪いの分かるんですよ。僕ね、バッスルやってて、で、サイドフィッシングとかやるんでね、バッスルとか投げてミスったと思ったら、すぐ回収するんですよ、こうやって。この回収ね、ラインたるむ。で、そのライン、たるんだラインで、まあ、ここに糸が乗っかって、で、それが結果、バックラッシュを引き起こす原因となる。っていうのは分かるんですけど、これね、他のリール使ったら、ほんまにならへん。マジでならへんくて。まあ、例えばダイワのルビアスとかね、カルディアとか、もうフリームスとか、もう最近で言ったら、レガリス使ってるんですけど、ならないんですよ。同じような使い方やってます。レガリスなんかアジングで、夜にエステルで、全然僕ね、もう夜でもバーって回収するんですよ。バックラッシュしないんですよ。でもステラしたんですよ。絶対にステラに原因があるから、この使い方にも原因はあるんやけど、その使い方をするからバックラッシュを起こすんやけど、ただ他の理由ではならないんでね。まあ、ステラ信者とか島の信者と呼ばれる方、には多分この話は響かないと思うんですけど、ただ、まあ、僕のこう使ってきた結果として、まあ、おそらく個体差もあるし、で、まあ、ステラはまあこうバックラッシュは引き起こしやすい、絶対に。こいつはならないです、ただ。こいつはほんまにならへん。バスで使ったらもしかしたらなるかもしれへんけど、でも、22ステラの前のね、2500SHG は、エギングでも、で、ミノを投げてても普通になりました。重たいもの投げても慣れました。抵抗あるもの投げてもね。結局多分ね、こう、投げて、ベール返してそのまま巻くじゃないですか。もうこれでなるんですよ。なってるんで、別に重たいもの投げても一緒なんですよ。そこでちょっと糸吹けてとったらなるんですよね。でもこいつならないんですよ、ほんまに。同じ使い方しててもならないんで、まあそこは絶対個体差か、このベールが原因なのかっていうのはわからないですけど、まあ個体差的なことはあります。いや、ほんでもうほんまにね、2台目購入して、絶対もうこれはね、もういくら1000円買ったらストレスなく使えるやろうと、このコツコツ病とかあるから、結論として、もう2にしたらほんまにおすすめしません。はい。僕はこれね、もう売ることなく使いますけど、ただ、正直、まあ、島のめっちゃ好きな人とか、で、まあ、ステラがいいんやっていう人は、それでいいと思うんですけど、今ね、例えばダイワをよく使ってて、ステラからめちゃくちゃ売れたらしくて、めちゃくちゃ人気じゃないですか。で、うわー、ステラ買いたいな、どうしようかな。見た目もね、かっこいいですよ。僕、見た目めっちゃ好きです、ステラ。めっちゃかっこいいなと思うんですよ。見た目もかっこいいなと思って悩んでる方。一つ言うと、まあそういう個体差、ばらつきあるし、バックラッシュとの、まあ、ストレスと戦っていくことになる可能性もあるし、おすすめはしません。はい。結論はここですね、もう。何を言われようと僕は自分を貫きたいと思います。おすすめしません。はい。正直、ポンコツリールです。はい。もうね、普通に釣り行って、普通に魚釣りを楽しむ。普通に魚を釣る。これに関して言えば、まあ別に僕はそこに関してステラが欲しかったわけじゃなくて、魚がいっぱい釣れるから、他のリールよりもステラの方が絶対魚釣れるからステラを買ったというわけじゃなくて、ただほんまに見た目とやっぱ所有感。もうこれはね、ステラにしかないと思うんですよ。まあステラとかイグジストとかね、フラッグシップにしかないと思うんですよ。そこは、所有感は。だから僕はステラを選んだんですよ。ただ、まあそれを選んだにしてはちょっと代償がでかすぎる。だから普通にそのストレスなく釣りを楽しみたいのであれば、全くステラは必要ないと思います。まあ別にドラッグ性能もいいけど、別にね、レガリス、まあ実売価格9000円、税込み9000円ぐらいのリールでも何の問題もないんですよ。ドラッグ性能なんか。
もうね、今の時代のスピニングリールなんかめちゃくちゃドラッグ性能上がってるんで、何の問題もないです、ほんまに。だから、もうね、まあ、自己満足の世界なんでね、僕も自己満足でこれを買ってるんで、まあ、あれなんですけど、ちょっとね、不具合が多すぎる。ほんまに。勘弁してほしい。で、ちなみにね、まあ前も言ったかもしれないですけど、18ステラ 4000XG 使ってるんですけど、あれは最高です。巻き心地もずっと維持できてるし、で、めちゃくちゃね、まあまあ、ガンガン使ってるんですよ。昭和時期とか、まあ、青もメインですね。メインで使ってて、ガンガン使ってるんですけど、全く不具合ないんですよ。どこもなくて、巻き心地もめちゃくちゃ滑らかで。もう、ほんまに何もないから、めちゃくちゃストレスなく使えてるんですよ。メンテナンスもしてないのに。これがステラかと思ってたんで、初めて僕が買ったステラがね、それなんで、18ステラの 4000XG で。あ、これがステラなんやで、やっぱすごいなと思ってて。やっぱさすが、シマノのフラッグシップ?まあ、豪勢歌ってるだけあるなとか思ってて。ただ、そっからのこれなんで、マジでもうボーンっすよ。もう、ほんま、もう。上がって落ちて、みたいな。マジで。はい。まあ、ふざけんなって感じです。はい。もうね、ちゃんと検品というか、組み方でしょうね。よくわからへんけど、なんかいろんな人に話聞いたんですよ。周りのね、ちょっとリールに詳しい人とか、話聞いたら、まあ、ちゃんと組めてないのが原因かなと。もう、コツコツ病とかね。多分そうじゃないかな、みたいな話は出てるんで、フラッグシップぐらいしっかり組んでくださいよ、という感じです。またこんな動画出したらね、多分ね、一部の人には叩かれると思うんですけど。いや、でも、まあ、別に僕も消費者で、自分も買ってね、レビューしてるんで、まあいいじゃないですか、別に。好きなこと言わせてもらったら。だから言わせてもらいますけど、マジでポンコツリルです。はい。まあ、僕はね、見た目も好きやし、で、まあまあ、なんか所有感はあるんで、こいつはずっと使っていきますけど、はい。まあ、ちょっと愛着も若干湧いてきたんで、もうコツコツしてんのも愛したろかという感じで、はい、使っていくんですけど、まあ、人におすすめはしません。はい。ステラの、まあ、レビューというか、2代目、購入して、はい。まあ、再レビュー、ポンコツリールでした。